お願いします。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン。日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部。不動産関係のことなら株式会社リンク。クリスタルプロデュースの企画 C3 開催中。ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊。クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたも番組でご一緒しませんか。クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com または Facebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。目指せいいね5000カウントキャンペーン中です。応援のクリックお願いします。ハートフル対3号の桃代がちょっとほっこりするようなお話をしちゃいますよ。今日のタイトルはナンバー。私の知り合いの若い女の子がお父さんに軽自動車を買ってもらった。その女の子は嬉しくて嬉しくてナンバーを8839にした。そのナンバーのことは内緒にしといて、納車の時にほらお父さん見て見て、パパ、サンキューって番号だよって打ち明けた。不覚にも父親は泣いてしまい、それを見て家族は笑っていたが、あまりにも父親が泣いているのにつられてみんなで泣いてしまい、新車のお披露目が家族愛で溢れた。おしまい。パパか母だと思ってた。そこ的にパパでしょ。そこでできる。ああ、初めて。流れ的にパパだよね。